そうですね、まあ、昨年度ですね、悔しい思いをしながらこの場を去って、またこのリベンジに燃えているという気持ちで入りました、ね。はい、今日あのとか昨日からどういう気持ちが、なんかこう験担ぎじゃないですか、なんかそういう感じの支度とかとか。そうですね、あんまり験を担ぐ方ではないんですけれども、まあ、昨シーズンですね、まずはレギュラーシーズンを、レギュラーシーズンとセミファイナルを勝つためには、そこの部分だけ験を担ごうとして、滝沢選手を先発にピッチャーを置いたんですけれども、まあ、それくらいですかね。先日ツイッターの方に滝行という あれが映ってますが、あれはどういう思いで。そうですね、まあ、気合を入れるためというか、まあ、優勝祈願ということで、昨シーズンは東郷神社の方によくみんなでお参りに来たんですけれども、今年はちょっとよりもっと気合を入れて、まず一発目にきついのをやろうということで滝行に行ってきたんですけど、まあ、相当きつかったです。で、チーム明日開幕というか、試合に関しては明日開幕になりますけど、今どういう緊張高ぶりだったか、どういう戦いをしたいな。そうですね、まあ、開幕戦でその他のチームの選手が緊張とかもあるとは思うんですけれども、どういった戦い方をするのかなっていうのを、この先に見れるっていうのが結構強みだなと思うので、今日は参戦する、4チームの戦い方を見て、また明日は違う4チームですけれども、まあ、みんなそのどのくらいのその前に出てくるとか、普段の打ち方と、まあ、同じなのか違うのかとか、そういったことを研究して、でまた明日はまた新たな気持ちで、開幕戦に臨みたいなと思います。僕から最後になりますけど、改めて今季の目標を一言。そうですね、まあ、いろんなところで言ってるんですけれども、まあ、昨シーズンより一つでも上の順位をということで、もうそうなると優勝しかないので、今季も優勝を目指して頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、日本もそれを通して出ました、来ました、はい、気分、お気分いかがですか。髪型が決まったんで、とても気分がいいです、ね。はい、以前の戦闘民族みたいなお話もされてましたけど、今日のコンセプトでいったのどうなってますか。はい、そうですね、いい感じに強そうに仕上がったと思うんですけど、今日私は試合に出ないかもしれないんですけど、インパクトだけでも他の選手を威圧できたらいいかなと思います。開幕選手に関しては事前に大谷選手という話になってましたけども、はいはい、もうチーム内ではどういうお話ですか、向かいの。まあ、大谷、誰に任せても大丈夫なんですけど、多分一番出たいのが大谷だと思うので、去年のリベンジをすごく誓っていたので、大谷に全面的に初戦を任せます。ご自身が初戦迎え、まあ、今日かもしれないし、それ以降かもしれませんけど、どういう気持ちで臨まれたいのか。そうですね、RTD リーグというのに出てたんですけど、前に出れなくて、ファンの人にのどかしい思いをさせてしまったので、それを取り返したいと思っています。ご自身は M リーグ初参加という感じになりますけど、はい、一番自分のアピールポイントというか、改めてどの辺を見てほしいというのでしょうか。スケールですかね。全体的に麻雀と、ライフかけてんだぞってとこ。麻雀のスタイルと、見た目のスタイルとライフかけてますっていうところを行きたいと思います。はい、M スター入ってなんか独特の雰囲気だとどうですか、実際他のチームもいらっしゃる感じになると思うんですけど。緊迫感はそんなに、多分前に来たことある選手がいっぱいいると思うのでなかったんですけど、今こうやって取材の方がいっぱいいるとちょっと緊張します。ただ見られるのは好きなので、これはこれで心地よいです。僕から最後ですけど、まあ、改めて今期のチームの目標と個人の目標を一言お願いします。はい、チームの目標は圧倒的優勝です。個人の目標は、チームに貢献できる、人気、実力ともにチームに貢献できる選手でいたいと思っています。
改めまして M リーグいよいよ始まりますけど、はい、スタジオ入ってきてどんな今緊張しちゃいますか。そうですね、まあ、今日試合あるわけではないのでその分まだ少しは気は楽なんですけど、ちょっと引き締まる感じがします。はい、他のチームもいる中でミスター入ってくるとまたちょっといよいよ戦うんだなって気持ちも出てくるかなと思うんですけど、はい、その辺のお気持ちはいかがですか。そうですね、まあ、他のチームの皆さんね、いらっしゃるのでやっぱり気持ちは高ぶってはきますけど、ただうちはね、チームメイトが強力なのでその辺はあまり心配してないので、ここは気楽にやっていいのかなと思ってます。はい、ご自身の出番でいつぐらいがいいかなみたいな、そういうところってありますか。全てチームにお任せしてますの で今まだ正直なところね、僕 の最初どこになるかは全く決まってないので、いつになるかは分からないんですけど、まあ、そのうちに出ると思いますんで応援してください。はい、どんな形でデビュー戦を迎えたいというのはありますか。まあ、特別ないですけど、そうですね、佐々木久とか僕出る前に300ポイントぐらい数えてもらえれば僕は気楽でいいかなと思ってます。はい、今日は割と気楽という言葉が多く出てきますけど、はい、やっぱりご自身の中ではあまり緊張しないようにみたいなところはあるんですか。まあ、どちらかというと緊張するタイプだと思うんですけども、本当に佐藤と前原さんと高宮として普段から親交のある人たちと同じチームになさせていただいて信頼してますので、強いのも知ってますからね、そこチームメイトに恵まれて緊張しなくて済んでるって感じだと思います。改めまして、今 M リーガー藤崎としてのここは見てほしいというところのポイントがあればいいと思います。そうですね、まあ、チームが超攻撃型のチームに入りましたけども、僕はちょっとスタイルが違うのでファイトクラブチームの中でちょっと異風な感じのジャンプを見ていただければ嬉しいです。はい、じゃあ僕から最後になりますけど、改めて、まあ、チームの目標と、はい、個人の目標一言ずつお願いします。はい、もう個人の目標は全くないので、チーム優勝だけを目指してそこに貢献できるように頑張っていきたいです。いよいよリーグ開幕になりますけど、今の監督の率直なご気分いかがですか。ここに来て、すごくワクワクしています。楽しみだなというのが一番の気持ちですね。はい、他のスタジオで今回でも初めて。はい、初めて来ました。他のチームもいらっしゃって、はい、いよいよ戦い始まるみたいな、そういう気分ですか。そうですね、やっぱりこう自身が参加するっていうのもあるんですけれども、こう一麻雀ファンというかそういう観点からも第2期の M リーグが始まることへの楽しみな気持ちがすごく強いです。今日は会場に向かわれる前にご家族であったり周りの方々何かお声掛けとかありましたか。そうですね、頑張ってきてねっていうのは家族みんなから言ってもらいました。はい、チームメイトとはもう顔を合わせました。あ、今日はまだですね。はい、ご自身初戦に向けてはどういう戦い方イメージされてるんでしょうか。そうですね、初戦まあ、ポイント状況をあまり考えなくて一番フラットな状態で打てるのが初戦かなと思っているので、普段通りの自分の打ち方ができるように努めたいなと思っています。個人戦では先日プリンセスリーグの大会で、はい、まあ、優勝されて M リーグに臨む形になったんですけど、はい、優勝についてはいかがですか。そうですね、これが初めてのタイトルだったんですけれども、やっぱり成功体験の記憶を持って挑めるというのは自分の精神状態だったりメンタル面ですごくいい影響を及ぼすのではないかなと思っているので、いい時期に勝てたなというふうに思っています。あとユニフォームに関してはご自身改めて、いかがですか。着こなしという意味で言うと、着こなしはちょっと分かんないんですけど、ただすごくかっこよく仕上げていただいたなと思っています。はい、じゃあ改めまして個人の目標とチームの目標と一言ずついただければと思うんですけど。はい、チームとしては優勝を目指して頑張りたいなと思っています。で、個人的にはそれに少しでも大きく貢献できるように、ポイントとしてはもちろんプラスを目指して、少しでも大きいプラスを目指して、あとはやっぱり見ていただいているマージャンファンの方々を少しでも楽しいなと、マージャン好きだなと思っていただけるようにできたらなと思っています。いよいよ M リーグ始まっていましたって感じだと思うんですけど、はい、改めてこの場所にいらっしゃって今の感想いかがですか。いやー、なんかそうですね、ついにこの時が来たなっていうような気
な気持ちです。前日とか眠れないとかそういう気分とかいかがでしょうか。そうですね、昨日はなんか明日に向けて早く寝ようと思っていつもより早くお布団に入ったんですけど、あの目はつぶってるんですけど全然あのやっぱ眠れなくて、なんか意識があるなっていう感覚のままでも寝よう寝ようと思って、あのなんか今日楽しみにこうワクワクとちょっぴり不安となんかいろんな思いが入り混じりながらお布団につきました。あのプロ2年目ということで、まあ、それの間違いなく一番大きな舞台になるわけですけど、はい、なんとなくどういうイメージで今までいらっしゃいましたか。イメージですか。いやなんかやっぱりもう本当に注目度も大きくいろんな方が見てくださる舞台ということで、なんか本当私が出るっていうことがあるのかっていう気持ちもあるんですけど、ただあのチームの、園田さん、村上さん、太郎さん3人が今一生懸命教えてくださっていて、なんかこの教わってることをこの舞台で発揮したいなっていう気持ちがどんどん強くなってます。ご自身のデビュー戦ちょっといつになるか分かりませんけど、あの初戦に向けてどういう戦いをしたいと思っていますか。そうですね、なんか今までの自分の麻雀はこうっていうのもそもそもないぐらい、そのなんだろう、まだ入って間もないというか、なんかなのでなんていうんだろう、今まではなんか見えないものが怖くてこうリーチって言われたらすぐ結構諦めちゃうことも多くてだったなっていう風に感じるんですけど、なんかこうやっぱり最後まで粘るっていうのが多分ドリブンズの麻雀に対する姿勢とかだったりするのをこう今教わってる中で、こうなんか何が何でも食らいついてやるぞっていう気持ちがこう自分の中でどんどん大きくなって、なんかそれが麻雀にもちょっとずつこう影響してるんじゃないかなって思います。今日開幕に向けてお友達であったり周りのご家族だったりとか何かお声掛けされたことってありますか。いや特に自分からは今日開幕だよっていう連絡とかは入れてないんですけど、ただあの父とか母とかはすごく応援してくれていて、なんかおばあちゃんもなんかインターネットの環境を整えたよみたいな連絡が来たので、多分楽しみにしてくれているんだなっていう話はあの家族から聞いたり友達から連絡もらったりはしてます。お話があってあんまり緊張されてる風には見えないんですけど、それ結構もう腹決まっちゃってる感じですか。いやそんなにあのこうやってなんかカメラを向けられることも今までなくて、すごくあの緊張してる中今一生懸命喋ってます。ありがとうございます。じゃあその中最後、僕からは最後になりますけど、はい、改めて個人の目標と、チームの目標と一言ずついただけると思います。はい、個人の目標としてはあの3人の考え方をいち早く吸収してそれを力に変えるというのが個人の目標で、チームとしての目標をなんか私が語るのはちょっとおこがましいんですけど、あの3人が育成できるよっていうのをこう示すために、おそらく私が今回あの育成枠という形で選んでいただいたので、あの3人が教えてこんな選手ができたっていう選手になることがあの私とチームの目標だと思っています。はい、お願いします。で、に声しましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。すみません、はい、他のチームの選手がユニフォームを着て動いてるところがあるので、ご自身が着て他のチームの人と会うのもだいぶ気分違うものですか。そうですね、やっぱりそのまあ、各チーム、結構接戦の場面で僕解説に来たんですけれども、やっぱりちょっと選手同士の、関係とは違った外から来たっていう、内川の関係であったので、まあ、今季はもうお互い敵チーム同士で、戦う中ですから、やっぱりちょっと違う感じがありますね。この場に関してはパブリックビューイングとかご覧になったことがあって、はい、どちらかというと今回はそちらで盛り上がってもらう側になるわけですけど、それに関してはいかがですか。盛り上げるんですよね、そうですね、まだ自分が対局をしてないんでどういう自分が心境になるかわからないんですけど、まあ、皆さんが少しでも熱狂できるような試合対局をしたいなと思っています。過去から昨年としては、まあ、オープニングゲーム明日なわけですけど、それに向けて今心の構えはどういう戦いですか。そうですね、やっぱり
まあ、前日にこうやって、まあ、生で、他4チームの試合を見れるっていうのは、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、もちろん実況解説もしていくんですけれども、明日のことを想定しながらやれるので、まあ、緊張感という意味では、まあ、もちろんあの開幕日に出れたら出れたでそれは嬉しかったんですが、1日空いたのが僕たちにとってはプラスになれるように今日をしっかりと、過ごしたいと思います。小田さんはチームで先に先陣を切ってくれるわけですけど、はい、それを見るっていうことに関してはいかがですか？あの本当に今日の朝まではずっと緊張してたんですけど、不思議とここに来たら何だろう、早く打ちたいなっていう気持ちになって、早く桜ナイツの試合を見たいなとは思っています。改めまして個人の目標と、まあ、チームの目標も、まあ、おそらく同じだと思うんですけれども、改めまして目標を一言ずつ。そうですね、僕はもう本当、まあ、バランスを取る役割でいたいなと思っていますので、まあ、個人では、そうですね、個人成績10位以内を目指して、いければ、まあ、チームとして貢献できるのかなと思ってますし、もちろんチームの優勝は、優勝が先にあるんですけど、いやー、自由にしとこうそんなにハードル上げないと、うん、で、そうですね、まあ、角川はやっぱ新規参戦チームなので、昨年の7チームに比べて知名度ももちろん低いですし、ファンの人も少ない現状なので、1試合でも多く、出場できることを僕は目標にしたいと思ってますので、ファイナルシーズン目標を最大の目標にして、まあ、その中で優勝というものがついてくればいいなと思ってます。はい、私ずっと何だろうな、 M リーグに向けてどうにかいい麻雀打っていい成績残したいなってずっと思ってたんですけど、あのここ2日で考えが変わりまして、とにかく100万を出したいなと思っています。うちのポイントゲッターなので100万クイーン100万クイーンになりたいなと思いました。でもそれがなんか今回あの藤田さんもこの M リーグの熱狂を外に伝えるとずっと目標にしていたので、そのために私が何が手っ取り早くできるかなと思ったんですけど、まあ、100万ボディが100万をとにかく出してたら一番いいんじゃないかなと思って、分かりやすい麻雀をしたいなと思ってます。はい、あ、今ちょっと忘れて最後に、あの今日佐々木さんいらっしゃらない、はい、まあ、佐々木さんの、まあ、アピールポイントじゃないんですけど、二方からちょっと、いやもう困ったら佐々木さん出します、はい、チームがあの不振に苦しんだり、またねあのここで突破しとかっていう場面であれば、あのこの道40年、まあ、正直僕が生まれる時から A1 リーグで活躍していた方なので、あのもうなんていうんですかね、麻雀の経験値はもう一番だと思いますので、そういう意味で僕ら二人はあの佐々木さんがいるからっていう形で思い切ってやれるんじゃないかなと思ってますので、まあね、あの安心して挑みたいなと思います。いや本当に内川さんが言った通りで、私がいくら多分動かしても佐々木さんがいるのでどうにかきっとしてくれるなっていう思いがあるから伸び伸び打てると思うので、もうぜひ沢崎さんの麻雀に注目してほしいなと思っています。さんです。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずこちらからよろしくお願いします。はい、雪辱に燃える今日だと思うんですけれども、はい、昨日から今日にかけての心積もりというか、もし聞かせてください。正直に言うと去年よりかなり平常心です、はい、なんか去年はやっぱり期待とその未知の世界への第一歩という不安と、自分にできることが果たしてあるのかということが、まあいわゆるプレッシャーっていうものを勝手に感じながらの開幕戦だった気がするんですけど、今年は去年やれることはやった。で今年はまだまだやらないことあるのも分かっている。でもどう自分がこの1年で変わったかっていうことをもうね、ジタバタしてもしょうがない。あと何時間後に卓に座ってファイト向き合って、そこから僕の新しい人生が始まりますという感じなので、なんか期待感っていうのはあんまりなくて、楽
しみとかっていうのでもなくて、本当に終わった後に今シーズン、この日記1ペンのシーズンが終わった後にまた皆さんにこうやってお話を聞いてもらえるような機会があった時に、なんか心からの言葉が伝えられたらなと思いますね。今は本当に、誤解を恐れずに言えばよくわからないでもまあそれは楽しみですし、去年 M リーグ開幕の時点、1年目においてもまだまだ M リーグ知らないよっていう人がまだ日本には世界にはたくさんいると思うので、もう少しでも、アジアの面白さとか M リーグの素晴らしさを発信していければなっていう期待はあります。はい、数十分前に今日の試合の開幕であることが発表されました。はい、ご自身いつ頃それが聞かれる？4日ぐらい前ですか。4日ぐらい前に、はい、聞きました。その時聞かれた時は、まあ俺なんだっていう感じなのか。なんかね、本当に去年開幕先発で出て、なかなか結果が残せなかったっていうことの、やっぱりそういうのって人の歴史の中に積み重なっていくんですよね。なので、じゃあ今年こそ雪辱してやるっていう気持ちもあれば、まあじゃあそんな甘くないよなっていう気持ちもあったりして、なんかあんまりおめでたくは考えてないです。なんかより去年より今年の方が責任、いろんなものを背負って打たないといけないなって勝手に思ってます。だから嬉しかったし、ほっとしましたけど、先発でいけるっていうのは、去年はなんかやっぱ先発だろうっていうのはどことなく自分の中でも分かってたので、今年は本当に分からなかったので、まあそのチームとしての責任はもちろんですけど、やっぱりこの2年目の M リーグの開幕戦ということに対する責任を果たせるようなマージャンを打ちたいなとは。各種インタビューでもお答えになっていると思うんですけれども、まあ、1年目の注目度と2年目とまたちょっと違うと、そういうところで萩原さんが今年見せたいものっていうと、M リーグの中ではどういうものを見せたいでしょうか。難しい質問しますねなんかこう定型文みたいな、ね、答えをなかなか僕は言えないので、実際注目度は1年目に比べれば、僕そのまあなんか誤解を恐れずに言えば、全国区っていう部分で開幕、去年の開幕戦ではかなりのマスコミの方に取材を受けさせてもらったんですけど、やっぱり今年はその量が全然違うのも現実ですし、知った人、M リーグを知った人の注目度はちょっとまた別の角度になってきてると思うんですよね。だから今年2年目に新しい人たちを獲得していくために何をすればいいのか、で結局行き着くところは自分が獲得、ファン、新しいファンを獲得できるであろうという麻雀を打つしかないと、いうふうには思ってますし、そのなんだろうな、だからそれでが M リーグ面白いよっていうことが SNS でも何でも話題になればなるほど、そういうマスコミの方も興味を持ってくれると思いますし、発信する機会が増えていくと思うので、言ってることとかやってることは去年とあまり変わらないのかもしれないんですけど、でも1年経つと人は変わっているところもあったりすると思うんですね。で自分はここが変わりましたっていうのはちょっとわからないです。ただこの1年間で今日までに至る時間を無駄にした時間は1秒もなかったと思ってるんで、それが最大限パフォーマンスとして発揮した時にちゃんと届けと、届いてくれと、それを見てる人とか知らない人とかに受け取ってもらえるような、まあ、存在であれれば2年目はいいかなと思ってます。アベマズ日向さんになります。ちょっとご準備いただけ、最初こちらから、はい、お願いします。昨年応援盛り上げる側で来ていた M リーグについに選手として出ることになりましたけど、はい、今の心境いかがですか。興奮しますねなんか楽しくて、楽しみの方が強くてあんまり寝れませんでした。昨日やっぱりワクワクな感じ、はい、ワクワクしました。選手として見える景色がどんな感じなのかなっていうのが想像があんまりできてなくて、それをまず見るのが楽しみです。
チームとしては開幕戦白鳥さんが出てますけど、はい、ご自身のデビュー戦今から想像するとどんな感じになりそうですか。いつなんですかね。なんか開幕の誰が打つかも全然知らされてなくて、不意にみんなと同時期のツイッターで知ったんですよ。恐ろしいなと思って。だからあんな感じでまた知るのかなと。でもアベマズはあの偏りなく結構打たせるチームだと思うので、早いうちにもう打つチャンスが来るかなと準備はしてます。今日はまあロッカールームで皆さんも顔を合わせたと思うんですけど、雰囲気いかがですか。今何のお弁当食べるかでもう盛り上がってました。もうずっと誰かが喋ってて、ほんとずっと賑やかで、お届けしたいぐらい全部中のトークを、はい、あまりあの感じの開幕でフィリピンとかそういう感じではゼロです。足らないぐらいゼロです。本当楽しい、盛り上がってます。あとご自身はもうお子さんも小さいながらも、半年以上ちょっと長丁場の戦いになるわけですけど、はい、改めて意気込みで言うとどういう感じになりますか。もう家族のすごいサポートもありまして、姉だったり母も旦那も全員あの子育て手伝ってくれるすごいいい環境の私家族に囲まれてるので、その家族のサポートをすごいちゃんと感謝しながら、結果としてあの家族にも恩返しできるように頑張らなきゃなと思ってます。他の新人選手では明らかに緊張というよりはワクワクが立てられるように見えるんですけど、なんかおつまねのババみたいな、ね、なんかね、いやでもうん実際座ったら全く多分別なんで、はい、今だけかもしれないです。じゃあ改めまして、まあ、チームの目標と個人の目標と、まあ、一言ずついただきたいんですけども、はい、チームはもちろん優勝です。で個人はあのプラスをまず目指してるんですけど、あの他の取材でも言ったんですけど、もう大井さんが何があっても俺たちが絶対プラスに持っていくから好きに打ちなさいと、楽しみなさいと、そういう言葉をいただいてるので、自分が楽しんでその熱と楽しさを周りに広げるっていうのを第一目標に頑張りたいなと思ってます。ご自身はファブリックビューイング盛り上げる側ですけど、行きたいです早くファブリックビューイングに。私あっちの方が落ち着くんじゃないかなみたいな思ってます。一応ね、あの勝者としてファブリックビューイング会場に行くこともあるかもしれないので、それをなんかイメージするとちょっと楽しそうですけど。楽しそうです。あっちの解説も あるじゃないですか、出番が。それも今から楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問はいかがでしょうか。はい、じゃあします。真ん中のムービーテレビ朝日です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年来あの先ほどお話出てましたけど、パブリックビューイングの実況等でいろいろ盛り上げていただいてましたけれども、あのいざ多分日程が合えばですけど、自分の選手の対局の時に裏側では、実況であるいは解説で。散々裏話いじられたり突っ込まれたりされると思うんですけど、この人には絶対いじられたくないっていう選手います。28人の中でってことですか。はい、全然逆にいつでもいじってほしいです。忘れてほしくない、頭の片隅に置いといてほしいぐらいなんで、逆に何も言われない方が切ないかもです。